アロラ。せーの。いけ。うわー、やだー。いけー。オッケー、勝った。あ、俺これ。お互い。どうもめちです。どうも、アンジュです。行きましょう、スマブラスペシャル。来ましたね、やっと。はい、まあ、前回ね、生配信で。全キャラ出して。全キャラ出しましたね。まあ、これ動画初になりますけども。そうですね。今回、いきなり。はい。スマブラするんじゃなくて。はい。ポケモンでちょっと戦おうかなと思って。ポケモンバトル。いや、普通の技とかを一切使わずに直接攻撃は全くなしなし、マスターボールだけを投げ合って、伝説のポケモンで戦おうかなと。完全に何が出るかは実力次第と。もうそれも実力だから、これも実力ですよ。どれだけポケモンに愛されてるかと、どれだけお前手持ちいいポケモン持ってるかってことだから。伝説中ね。そういうこと。僕がこのアローラ地方のオッケーアンソニーで、俺アローラ女の子でいくぜ。さあ行きましょう。ちょうど3匹なんで。そうだね。死んだらどんどん変わっていく。リザードンまで死んだら終わりかな。じゃあオッケー。でこっからね、アローラ。これ挨拶。挨拶。オッケー。頭下げてアローラ。アローラかわいい。下に投げて、下に投げよう。下ね。オッケー。せーの。いけいけ。うわ強そう。死んだ。ゲームセクト。ちょっと待って、上や。オッケー。避けていく。これに避けてー。俺エンテ食らってないわ。エンテも上しか攻撃するの。ゲームセクトいいよ。全くさ、もうポケモン出したから触っちゃダメやから。オッケー。動いちゃダメね。うん。ガードもなし。何もなし。オッケー。アローラ置く勢い。じゃあアローラ。アローラ。せーの。いけ。頼む。オッケー。ケルディオ。ああ。何？パルキアひっくり返すだけ？だけもしかして。カスオ。オッケー。いけケルディオ。やばい。ケルディオ。ああ。オッケー。ケルディオ強すぎやろ。ケルディオだけで煮立てしてから。ケルディオ煮立てポケモン。ずる。いいよ。引いたもん勝ちみたいなとこある。確かに今のやばいな。やば。1戦目勝利。これ日本選手。じゃあもう1戦いきましょうか。さあ2戦目。2戦目。次はちゃんと1000ある。ポケモントレーナー。いくぜ。これじゃあ1000からね。うん。アローラ。アローラ。せーの。いけ。もう。やめて。いけるギア。えってかす。おいルギア外せ。エンテよ、もう当たってんだ。避けろ避けろ。ルギアルギアもかすと。マジかよ。伝説だぜ。第2頭あぶねえ。金銀の伝説弱いぞ。弱いなマジで。金銀シリーズ弱い。オッケー。この君にかけたアローラ。アローラ君に決めた。せーの。ていや。おお強いのか。どっち。オッケーオッケーオッケーナイス。俺のマーシャドウはえぐ。マーシャドウめっちゃ強いじゃん。ゴリゴリ削ってくるやん。えまだおるんやけど。いいぞお前避けたな今な。ちょっとまずはまだおるんやけど。えマーシャドウめっちゃ強いじゃん。ガードしてんじゃねえかよお前。いやいや何がアローラアローラ。いやいや今審議審議。せーの君に決めた。おミュウだ。ミュウ何するの。ミュウなんか出るだけだったよね。はやば。おい土佐キントのレア版かよ。伝説ポケモンじゃないやん土佐キントは。アローラ。えとか待って何今の。せーのいけ。ミュウとおドキス。やばい土佐ガチの土佐出てきた。ドキスいったろ。え下にもう激流走してる。やばいわ。でもトサキンってやばいな。トサキンってなんで出るの。なんでマスターボールから出る。やばすぎやろ。そのトレーナーのセンスなさすぎね。せーのアローラアローラ。せーの頼む。オッケーオッケー強そう。これはカプカプコッケコ。おいおいやったいいぞ。カプコッケコ攻撃範囲広。やばい水効く水効く水効くね。オッケーよし。さっきのケルディオみたいなやつやばいな。ケルディオ煮立てはやばいわ。マーシャドウも多分煮立てポケモンやで。そうだね。あれダメやわ。ゲームガードしてんだもん。ゲーム崩壊するわあの二人は。いくぞせーアローラアローラ。小さなでっけせーの。え来た。スイくんだスイくんだスイくんだ。あっイエス。うわイエス。もう煮立てされたや。もう一回やろう。ちょっと泣きの1回。泣きの1回いいだろう。俺がポケモンに愛されてるってな。よしさあ泣きの1回。泣きの1回だ。いくぜ、アローラ。いくぞ、アローラ。絶対かわいい。せーの、えい、いけ。ギロセクト。え、ビクティニじゃん。ビクティニ。スマッシュボールの力がもらったけど何の意味もない。ゲノセクト落ちてったんだから。いやいやいや、必殺で使えるんやけど使わんわ。ずっとこの顔で折っちゃう。怖っ怖っ。いくぜ、アロラ。せーの。おーい、お前これダメなやつじゃん。俺なんかずっと左右に引きずられたんだけど、俺のゼニガメ眠らせるだけ。よし、弱っ。ビビるんですけど。てかクソ見づら。確かに必殺。いや、せーの。いけ。オッケー、勝った。あ、俺これ。お互い痛い。お互い似たてポケモン。けどこれはいったろ。これあげい。触れんけん。そうだよね。これで俺のゲノ。え、俺これまた。いやいや。俺もまだ殴れるこいつ。マシャロ頑張れ。一発くる絶対。マシャロ頑張れ。絶対くるマシャロ。マシャロ頑張れ。うわーやだー。いけー。ナイス。強すぎやろ。いい、さすが幻。お互いに盾引いていく。強すぎやろ。なんっけ、マシャドとケルディオね。ケルディオね。強すぎやろ。ケルディオやべえわ。ケルディオやべえわ。強すぎやろ。ケルディオやべえわ。ケルディしか、あ、ごめん、出しちゃった。あぶね。あぶね。すまん。あー！全然ガードできんやん。ちょっとちゃんとして。いや、まあ俺が愛されてんだな、この上さんの勝ち。じゃあもう一回やろう。もう一回やる。すまん。よし、じゃあもう練習終わりで。今のところ全部俺勝ってんだけどな。これがじゃあ正真正銘、これで勝った方が真の、これで勝った方がチャンピオンね、ポケモンマスター。オッケー。よし、ボールコンけど俺アロラ。せーの、勝てる。うわっ、これなんだっけ Y のやつでしょ。痛い。かよがわんで。あいつ何やってん。棒立ちじゃん、もう。ちょっと待って、近づいても何もせんよ。何、土佐銀だよ。え、殴ってやろうか。オブジェクトと化したんだけどマジで。え、やば。いや、近づいたけど何もせんやったよ。あんな伝説のポケモンいる。優しいからあいつ。あ、そうなんだ。そう、確かに優しそうな顔してたわ。もののけ姫みたいな。アローラ。せーの、来い。いけ。あ、やばっ、あれ最強ポケモン来た。やれ。いく。え？アルセウスのデオキシズももうどっちもすげえレベル。おい、マジかよ。楽しい、これ伝説のポケモン全部見れる。確かに演出。あと鳳凰とか見てないかな。鳳凰確かに見てない。ライコウとかもおるんかな。ルギア見たもんね。うん、いきます。アローラ。せーの、来い。オッケー。これひっくり返すだけだった。オッケー。やばい。よし。パルキアとかでも普通強えのにな。パルキアマジなんもせんか。本当に。なんでこれこのひっくり返す。全部、あ、方向も違うわ。コントローラーの操作全部逆になる。本当だ。格ゲーにある感じのやつね。それな。よし。あ、え、ボールが。いくよ。待て。よし。アローラ。せーの。いけ。オッケー。いや、ダメだ俺これ。ファイヤーマジやばくないこれ。ファイヤーマジでね。いや、でもそれで言うとさっきの XY のあいつやばいよね。ただいるだけっていう。やべ、追い詰められてる。来いよ。土佐金と以外引けば勝ちや。土佐金と頼む。いくぞ。アローラ。せーの。頼むぜ。オッケー、エンテ。いや、エンテ勝つよ。言うまい。まあ俺前から危ねえ、土佐金とやったわ。土佐金と何も変わらない。いや、俺のエンテも土佐金とみたいなもんよこれ。このルールにおいては。さあ、くそマジでちょっと倒してえな。普通に倒してえわ。イエス。アローラ。せーの、来い。お誰それ。俺なんだっけこいつ、音のやつ。いや。誰それ。初見なんやけど。こんなおった。いる伝説じゃない。俺がルナーラ。くっそ。余裕勝ちやったな。結局最後に選ばれたわ。アローラの守り神って呼ばれてっから俺。またやろうこれ。だね。じゃんけん代わりに使えるやんこれ。確かにこれで罰ゲームとかもありだよね。普通におもろかったわ。全くスマブラしてないけど。確かに。ポケモンバトル。ただのポケモンスタジアムやってますみたいな。64のね。そう。夏。まあということでね、スマブラ動画第1弾ということで、ちょっと特別なルールですけど。ポケモンバトルですけども。はい。皆さんのね、やらせていただきました。ぜひやってください。遊んでみてください。はい。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。